はい、ただいま、参りました。はい、クラッシュ回避しちゃったかな。ステータスについて。クラウド。よし。ステータスとは、キャラクターの状態のことだ。これまで説明したことと重なるかもしれんが、代表的なものをまとめといてやる。睡眠起きるまでコマンド入力不可になる。ドック、戦闘中にどんどん HP が減っていく。怒り、ダメージ倍、命中率低下。低下かな？低下、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 低下。鎮静剤で戻る。で戻る。悲しい。ダメージ低下、低下、低下、低下。興奮剤で戻る。咳か。石になり、動けなくなる。全員石で全滅だ。混乱。頭が混乱し、敵味方の区別が少なくなる。沈黙。すべての魔法を唱えられなくなる。麻痺。タイムゲージ停止。コマンド入力不可。暗闇。殴り攻撃の命中率低下。カエルになる俺は大嫌いだ。ふう、さすがに疲れたな。ステータス変化はアイテムや魔法で直せるから、物を買うときに確認しておくのがいいだろう。属性について。属性は魔法や武器などについてくる特別な効果のことだ。有利に戦闘を進めるためには不可欠だが、属性を気にして戦えるようになれば、もう立派な中級者と呼べるな。代表的なものの一列をまとめといてやる。あくまでも一列だ。鵜呑みにするな。炎、火、火、火の、火、火だな。火の効果。獣、水のモンスターに効く。水のモンスターだろ。水かな？水のモンスター。水は水、水はタイプだろ。霊、水の効果。寒がり、ふさがり、火のモンスターに効く。雷、電撃の効果。機械でできたやつに効く。スチ、大地の力の攻撃。飛んでいるやつには効かない。毒状態にする。もっともっと毒のやつには効かない。重い。重力を使った攻撃。当たると痛いな。水。大地の恵みの水を呼ぶ。火のモンスターに効く。風。大気の風の呼び起こす。飛んでいるやつに効く。星。星の力を呼び起こす。暗闇これ。暗闇のモンスターに効く。来る闇じゃないだろう。闇は黒じゃないかな。そう、相反する属性を相反かな。攻撃に使用することで大きな効果を得られる。また同じ属性、属かな、属だと思う。属性なら防御の効率が上がる。だが逆もまた、しんなり。
気をつけることだな。敵の持っている属性を見抜くためには見破ることが必要だ。マテリアを手に入れたら使ってみてくれ。はい、最後のやつ。ヘルプについて。この俺の説明でもわからんようなら仕方ない。お前たちの理解する能力が足りないようだ。ああ、失礼なやつ、このクラウド。だが、安心しろ。そんなお前たちは、戦闘中、セレクトバトンを押してみるといいだろう。セレクトボタン。俺の発音どうだ。セレクトボタン。完璧かな。ヘルプメッセージが俺に変わっていろいろとコマンドの説明をしてくれるはずだ。敵のモンスターなども表示されるから俺も気分転向に見ることもある。恥ずかしがらずに使うといい。終わりです。もう暇つぶしは終わりだ。よしよし、次の。この女の子同じ状態、いや違う。魔法、助けて。これ同じか。落ち着け。相手が魔法を使うときには、マバリアかリフレックで対抗するのだ。マバリアは魔法のダメージを半分にする魔法だ。リフレックは魔法を跳ね返すが、跳ね返す回数に制限があるから気をつけろ。これは全部。このうまくできた。上手できた。うまくかな。よくできた。この黒人と話せる。ああ、なじか。じゃあ、全部この人たち同じ。話す必要はない。お前も同じね。はい、この場所本当に終わりだな。よっしゃ。よかった。長かった。次のフロアは次の階行けない。そっちじゃない。もっと上がりましょう。この中なんだ。カッシーンです。ああ、これは彼の部屋か。そっか、寝ている。寝たいとき、こっちに来るか。それだけ？終わり。ダルーマ。よし、ダルーマ見つけた。これ？何もない。ベッド、パンティか。いや、パンティじゃない。何もない。寝たかな。はい、よしよし、飛んじゃった。じゃあ何か買いましょうか。これは武器屋さんですね。まあ、じゃない。誰これ、この人、それともこの人、武器屋さんです。一晩じゃ覚えきれんぜ。おう、素人悪いが日会の相棒から教わってくれ。まあ、これは武器屋さん。おい、客、買わねえとどんな目に遭うか想像してみら、わかるよな。はい、何か買いましょうか。じゃあ、これはクラウド全部、足すプラス2だな。もうショットガン買ったか。まあ、これはいいかな。まあ、別にいらないだろう。防御、まあ、防御問題かな。安いね。3買いましょう。もっと強くなれ、この人たち。いや、エクイップのやつ、装備です。これ、ブロンズハングルか。
で、しかもブロンズバングル、あ、ブロンズバングル、ブロンズバングル売れる今装備です。このアイアン、そうだな。いや、ティファも全部このブロンズバングル売りましょうか。いらないね。そうそうです。じゃあお金くれ。このブロンズバングルいらない。123捨てろこのゴミ。よっしゃ、アップグレードしちゃった。アイアンになった。アイロンだな。アイロンだろ。お前誰、今日も暇。もうこの店もうダメかな。こんなスラムじゃまともな薬は売れんな。薬屋さん、お、これから、え、珍しい、あんた、まさか、書くかね。はい、いらっしゃい。売りますよ。買いますよ。じゃあ、何を買おうかな。ポーションいらないかな。安いか。え？あ、50安いだろ。戦闘服かの。持っている位置。フィニックスの戦闘服、不能のを回復。毒消し。ゼロ持っている。じゃあ、毒消し2かな。1。炎。このやつ、どうかな。とりあえず回復だろ。なんだろう。持っている銃。まあいいだろ。持っている銃。フェニックスの方がいいかな。2かな。よし、3。毒、まあ毒めんどくさいかな。5の毒いいかな。これはいい。10十分かな。いえ、数の分、クラウド5、あの人、バレー5、そしてティファ5、それはいいだろう。はい、5。これは111。これは222かな。はい。あの炎のやつとか、まあそれは買おうかな。そうだな。どうかな。バレーもどっち。バレーももったいない。回復、イカズチ、霊気、炎、多分炎なかったか。じゃあこのバレーさん、この炎のマティをあげる。はい、炎。セイトン。これは何？防具。防具もできる。クラウドは？防具。これは防具。いたずち。防具。これは何だ？チェック。なんだバスターソード。これはバスターソード。防具。アイアン、あ、そうか。あの、アイアンバングル。あ、そうか。いたずち。とりあえずほっといて。それはいいだろう。防具より攻撃かな。さあ、何かこっち？何もない。ティファのお店、何もないだろう。じゃあ、このガキたちと話す。お前、ああ、いざとなると勇気が出ない。ダメだな、僕って。また子供がな。この子、もう話を聞いてくれる人がいないと、情報を集めても仕方ないのよね。そうだ、あなた、興味ない男さん。今度はきっとあなたで、興味の湧くすごい情報を集めておくから、楽しみにしておいて。次は、これは何？はあ、ジョーニーのやつ、行っちゃっちまった。なんだか急に張り合いなくなっちゃったよ。俺って自分で言うのもなんだけど、酒飲んでないと寂しがり屋さんなわけよ。はい、これは楽しいね、このゲーム。そうだな、バイオハザードよりこれの方がいい。あ、この人と話したことがあるね。ちょっと忘れた。あの子でもいなくなってみるとね、なんだか落ち着かなくて不思議なものね。
はい、いい練習だこれ。バイオハザードよりいい練習だ。あまり何も読めないよのバイオハザードで。バイオハザード解いて。これから RPG だけだろ。アドベンチャー、日本語のアドベンチャーと RPG かな。こんにちは。ラブレンスのチケット取れたんですけど、一緒に行きません。ミートガールは非常警戒体制に入っている。ああ、先輩、僕のことを心配してくれてるんですか？そんななんじゃねえ。テロリストはソラムに潜んでいる。俺たちだって気を抜けねえ。ああ、アバランチですか？大丈夫ですよ。なんてたって、ソルジャーが、警備に投入されたんですから。お前は、ここから先は立ち入り禁止だ。そうか。こっち入れる？ん？入れない？何？メニューを開いてさ、はい、わかった。だけど、まあいい、セーブしよう。次の場所どこ行く？ん？わからない。はい、セーブしよう。セーブしました。よしよし。ちょっと調べろ。こっち入れるだろ？入れる？え？どうやって入れる？まだ準備ない？なんだ？こっち？ん？帰るか？何の意味これ？誰だこれ？おはようございます。一夜明けて相変わらずですね。怪我しないよう、お気をつけて入れてらっしゃい。ああ、そうか、終わった。あ、この人たち話しましょう。僕も耐えられない。いいわ、私もよ。初めてだね。意見があったの。それじゃ、なんだ、死んだ。グーグー。ああ、そっか、寝ている。変なやつら、うん。こっちはまだ何もないかな。はい。多分何もない。あとで行く場所、まだ死んでいるこの二人。はい、脱出。いや、脱出じゃなんだ。到着。いや、出発だ。よし、出発です。おお、こいつは、歌詞、あ、まあ、ここに、あ、まあ、歌詞切り列、散らばら、また危ない人たちと一緒か、私もすくすく恩がないな。はい、これは終わり。動けない。え、うん、まあ、この活字の後は終わりしましょう。おい、ずいぶんついてやがるね。どうなってる？へえ、君たちみたいなのがいるから進めているんじゃねえか。へえ、ニュースぐらい、ニュース、これはニュースか、ニュースぐらい見てるだろう。アバランチの爆弾テロ予告があったんだ。こんな日にミッドガールに出かけるのは仕事熱心な私たちサラリーマンコーラぐらいさ、コーラかな、貴様、ま、貴様コーラのもんか。 わしは暴力に言われないでください。誰このドン？そうだ、見えないの、ちっちゃいボックス、ちっちゃい。なんだボックス、ヒットボックス、ボックスかな。箱じゃない。ち、あんたついてるぜ。さて、どうするんだ？け、落ち着いた野郎だぜ。こっちのペースが狂っちまう。はいはい、終わりしましょう。列車の接続が済んだみたい。出発するわ。
今回の作戦について聞かせてくれ。仕事熱心だな、クラウツァニュ。仕方ねえぜ、説明してやる。まあ説明はかなり長いから、こっちで終わりしましょう。はい、お疲れ様でした。